大井競馬場高高見見所属高見陸です父親の旧車の競馬を見ていたら騎手ってかっこいいなって思ってで自分の兄も乗馬を始めてて一緒になって乗馬をやっているうちにどんどん馬が好きになって騎手を志すようになりました。もともと父親が 赤と黄色の勝負服を使っていたことからその色をいただいて、大池馬場では腰柄を使っている方がいなかったので腰柄にしました。笹川翼騎手の最速500勝と最速千勝を越すことです。派手な勝負服でナイターで入ると思うので見つけたらぜひ応援よろしくお願いします。